はい、コマーショーナイトライブ始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊急事態宣言も解除されて、景気が上向きになったかなって思いがちなんですけど、全体的な景気としては下がってますか？そうなんですよ。景気は下がってる、でも気持ちは上がってるということで、今日もコマーショーナイトライブよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、今日何ですか？今日のテーマはですね、宝スタンダードの奥義になってます。そう、なってます。なってます。だからスタンダードさんの商品もご紹介していくんですけど、はい、はいはい、今日はほらクロス、床、床、縦具、縦具、窓、窓ときたら、今回大掛かりな工事にならずにおしゃれを一つ加えると。おしゃれで便利やよね。そうですね、おしゃれで便利も略しておしゃべりですよ。おしゃれで便利でおしゃべり、おしゃべり、コマショー TV ということで、はい、宝といえば放浪キッチンでしょっておっしゃられてる方、うん、放浪ってね、キッチンだけじゃないんですよっていう、うん、磁石がくっつくっていうことでですね、こんなものがあります。ドン、エマウォールっていうものなんですけれども、エマウォール聞いたことあるかな。エマウォールあんまり聞いたことないかも。紹介したら、え、そんなんあんのって喜ばれますよね。そうですね、これ実はうちショールームにも貼ってるんですよ。こんな感じで棚とかつけれるんですよ。そうなんですよ。要するにね、大きい1枚の、まあ、ホーローパネルみたいなもんなんですよね。それを壁に貼る、はい、そうです。幅が90センチぐらい、うん、で高さが2メーター40センチぐらいです。天井まで行くやん。大きさはいろいろあると思う。いろいろあると思います。ちょっともうちょっと小ぶりなのあるよ。そうですね、1メーター80センチとかある、うん、90センチ、何がし何がしですよね。いわゆるコマショー TV、 こういったパネルを今あるお部屋の壁に、うん、クロスの上から貼り付ける。なるほど、うん、このホーローパネルもお部屋のアクセントになるんじゃないの？なります、なります。いろんなカラーバリエーションご用意しております。これもね、ご紹介させていただきましょうか。いい、ね、はい、宝スタンダードのですね、エマウォール、うん、ラインナップ25種類色があります。すごい、こんな色あったんや。そうなんですよ。でしかもさ、この色って割と定番色やから、そうですね、おしゃれな感じの、お部屋なじみもいいよね、これ。そうです、そうです。要はおしゃれな、本当に淡い色もね、パステルカラーみたいなのもありますし、全くの無地の白もあります。木目調もあれば、石目調っていう石みたいな、あ、ね、ストーン系、タイルじゃないですけど石目調のプリントが施してあるという。なるほど。私これあれやね、エマウォールに関しては木目調結構いいかな。見る周りやったら石目調いいけど、そうですね、木目調やったらお部屋に入れても、そうですね、そんなに嫌な感じとか冷たい感じがないもんね。そうですね、あったかいですし、このホーローパネル最大の特徴はですね、磁石くっつくっていうのもさっき言ってるんですけども、うんうんうん、やっぱ素材自体がホーローっていう素材を使っておりますので、うん、これ何？ペットとかもいいってこと？そうなんですよ。リビング、ダイニングとかもいいんですけど、うん、玄関だったり、この玄関、そう、ワンちゃん飼ってる部屋とか、うん、猫ちゃんがいる部屋とか、玄関って匂いとか気になるところやん、はい、そうです、そうです、そうです。汚れとか、そうです、足元でもこれ拭けるし、そうなんですよ。掃除が、お手入れが第一にしやすい、そして第二に匂いがつかない。ほんま、これいいわ、うん、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、ね、ちょっと匂いあるような、あるかな。猫ちゃん飼ってたのがちょっと遠い昔になっちゃったんで、はい、しかもさ、これよく見たら磁石くっついてるの、これスリッパとか、そうそうそうです、鍵、靴べらとか鍵とか、こういった小物類とかも、ね、うん、こういったものを例えば買ってきてですね、100均とかでもありますよね。宝スタンダードのオンラインストアでも売ってあるんですけれども、こういったような磁石でくっつく収納アイテムですね、これね。そうそうそう、こんな感じでお花を飾ったりもしやすい。そうなんです、そうなんです。これね、うん、磁石だけでこんなん持つんかいっていう方は思ってらっしゃるかもしれないです。これね、磁石と吸盤の合わせ技なんで、そう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 、そうやね、保持力が半端ない。ペタッと磁石くっつくだけじゃなくて、吸盤もくっつくんで、ものすごいひっつきます。ペタッとくっつくし、バンバンってなる。取らないもんね。そうなんですよ、こうギューってやってもできない。取らない。そうなんですよ、うん、強力。こういったようなね、磁石がくっつく、うんうん、で、これね、なおかつもう一つ面白いのが、マジックで落書きをしてもすぐ消せる。これです。ほい、これです。こういったようなね、これ油性のマジックでもいいの？ホーローの、そうです、もちろんもちろんそうです。表面がね、ホーローのガラス質でコーティングしてありますので、油性ペンで描いてもですね、うん、タオルで拭き取ればすぐ消えます。例えば子供部屋の一面をエマウォール貼って、うん、ここ絵描いていいんだよって言ったら、ものすごい大きいキャンパスになるわけですよ。これはもしかしたら子供の絵の才能を開花させる、開花させるような。例えばさっき言ったみたいに、玄関もそうなんですよ、うん、例えばお父さんが家出るときに、うん、今日は遅くなりますとか言って、
子供がクレヨンで下ネタ書いても消せるのですか。全然消せます、消せます、消せますね、消せますよ。何ただ、ね、下ネタって子供が書く程度の下ネタなんで、それは果たして下ネタなのかどうかです。コマショー TV。 でもさ、その落書きで子供の気持ちとか読み取れるかもね、はいはい、あ、それはあるかもしれませんね。でなんかちょっとほら反抗期でなんか言葉しゃべれへんでも、うん、ちょっとコメント書いて今日飯いらんとか。そう、どうします、例えば子供が、うんうん、うるさいねおかん黙っとけやでバーン部屋入って、うん、壁に、うん、お母さん言い過ぎてごめんって学校行ったん見たらほんまやな。どうします、いいなそれ、これ使えるやん。くるっとくる。コマショー TV。エマウォール紹介しましたけど、はい、これですね。この25種類カラーパターンあるんですけど、うん、この間らしさの時みたいな攻めた色ないやんって。確かにこれね、オーソドックスな、うん、当たり外れないし。そうなんですよ、これは不動の人気っていうか、そうなんです、飽きが来ないしうるさくないから。そうなんです、これいいですんで、基本的にはどんな部屋にでもマッチング、マッチングですよ、もう。なるほど、はい、マッチングです、マッチングしやすい。そうなんですよ、ただ、うん、やっぱり中でも攻めた色をしたい、攻めたいし、そう攻めたいな、ちょっと何これめっちゃおしゃれやんとか言われたい。そうなんです、お、その攻めた色が欲しい。攻めて攻めて攻めたい、この色があります、あります、どんな色、はい、らしっさですね、みんな待ってました、らしっさ、はい、まあ、大体らしっさ好きやもんね。らしっさ大好きです、はい、そうなんですよ。これらしっさのなんて名前、これね、アクセントボード。アクセントボード、これも実はマグネットタイプ、はい、そうなんです、これもエマウォールと同じような括りでですね、インテリア建材といたしまして、はい、壁紙の上からそのまま貼っつけると、うん、アクセントボードって1枚で貼っても、そうそうそう、なんか様になるもんね、これ。これがね、1枚壁にべちゃっと貼っててもおかしくないんですよ。おかしくない。これね、いろんな色をお客さんにお見せしたんだけど、はい、結果白になったんですよ。あ、そうなんです。でもなんでかって言ったら、壁紙をおしゃれな柄にしてるから白いきました。逆もしか、逆転の逆張りやつですね。逆張り、逆張りやつですね、はい、こういった感じでね、はい、アクセント系の差し色でありますよと。紺色とか。そうです、そうです。ね、カラーラインナップルがですね、ナップルって言ってしまったですね、さっきあったプレシャスホワイトで、グレーですね、うん、ブラックで、ここまでがよくある、まあ、王道3パターンなんですけど、ここからネイビーブルーとか、はい、ボトルグリーンっていう、ボトルグリーン、ちょっとね、濃いめの紺と濃いめの緑。これちょっと黒板みたいな色ちゃう？ネイビーブルーとかボトルグリーンなんかはね、雑巾で拭いた後の黒板ぐらい、みどみどしてる、ね、みどみどしてる、そうそうそう、これおしゃれやで。ここね、ちょっとこれアップしてください、はい、これがね、リクシル様のいいところなんですよね。おお、様様、こういったようなね、おしゃれなウッド調の小物飾りとかがあるっていう、これがまたおしゃれです。おしゃれ、これもね、リクシルのオンラインショップで買えるんですよ。なるほど。回しもん、これ、はい、前面には貼られへんけど、これのいいとこって、そうそう、加工がしやすい。これ魚様鉄やから専用の刃で切らないといけない、うん、そう。でもさ、このアクセントボードの方はカットが結構簡単、大工さんでもノコギリでできるんですよ。で、取り付けもキッチンパネルと同じ感じやから簡単、両面テープとボンドで貼り付けるっていうような感じになる。これね、極論言ったらちょっと器用な人やったらいけちゃうんですよ。自分でいけちゃう。コマショー TV。 ここでスペシャルゲスト、来たよ。いや、コマショーのエンターテインメントモンスターが、ありがとうございます。今日ここから大西が参加します。お願いします。ちょっと、あんた話せんの？3人揃ったらファビュラス。できてんならへんやんな、本音やったよ。コマショー TV。 今回の本題なんですけどね、宝スタンダードの奥義ということでね、はい、放浪のパネル、はい、皆さんキッチンで放浪パネルって聞いたことあるかもしれないですけど、今回はインテリア建材としてあるよう放浪パネル。そうやな、放浪パネルってまだご存知ない方のためにご説明させていただきます。もともとはですね、こういったような鉄をベースにしている、ね、鋼板っていうもの、うん、鉄板ですね。で、それに対してですね、ガラス質のコーティングを行います、うん、で、ですので金属プラスガラス質のコーティングを行った1枚の板になりますね。マジックで落書きしても大丈夫。あ、そうね、そう、油性マジックで書いて、だからこういったような感じで、例えば玄関にも貼れますし、うん、子供部屋だったりリビング、冷蔵庫の横とかね、うん、そういったようなところに、まあ、メモ帳代わりに書いていただくことも結構です、はい、玄関で、今日はちょっと帰り遅くなります、父、うん、みたいな、早く帰ってこいよ、ママ、ご飯いりません、息子、みたいなメッセージボードにも使えますし、放浪パネルなんで、そもそもの耐久性が非常に高いです。ブラシで擦っても鉄球当てても大丈夫なぐらい。ちょっとやってみる？やってみます？ちょっとあるんですか？
ちょっとねキッチン用になるんですけど、実際のホーローパネルのテストキットっていうのがあるので、はい、それをちょっとやってみたいと思います。これはさ次回にしようかななんて思って。やっちゃう。やっちゃうよ。マッキーですよ。油性マジックですね。マジマッキーっす、これ仕込みなし。仕込みなしで。出来上がりました。アトマイザーでかけちゃって、かけちゃってシュッ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 、水かかってますね。キュッ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 、すげえ。マジすごっ。おこんな感じで落ちるんすかこれ。力入れてない。水かけるだけで落ちていく。これ、これやばいよやばいよやばいやばいよやばいよ。ほらこれね、全然力入れてないっすわ言うたからソフトタッチぐらい。これね、かな、あのね、ほんまにね、ほんまにね、痛い、痛い。これ、ほんまに痛いブラシ。全然へっちゃら。全然傷ついてない、ほんまに。これすごいわ、マジで。それからこれ、やっちゃう？ライターですね。はい。ライター、当たってんの？当たってる。お、当たってる、当たってる。ちょっとあの、ここの会社、火器厳禁やけど、まあ今日はちょっと多めに見とこうか。すすついてる？ちょっとつきましたね。さっきのタオルで拭いて。これでキュッ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 。うわ、見える。めっちゃ綺麗。すごい衝撃に強いからこんなにしてもへっこんでません。すごい通販番組みたいになってるけどということで、鉄ホーローはめちゃくちゃ強いよね、うん、これはちょっとお高いんでしょって、うん、納期もかかんねん、これは。あ、そうなんです。ちょっとね、お高いからエマオール高性能だけれどもちょっと手出しにくいなっていう感じの、うん、人です ね。そういう人たちはですねはい、先ほどアクセントボールね。そうなんですよ。といったようなところでね、あのおしゃれなさインテリア建材をご紹介させていただきました。一、はい、枚だけでもつけてほしいね、うん、特に玄関いいのに。結構ねワンポイントでできるリフォームを進めてますよ、ね、窓しかり。確かに、うん、やるねコマショー、やるねコマショー。ぜひチャンネル登録と高評価を。はい、はい、グッドボタンですね。そうですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。